再び現れた使徒セント。その不吉な予言は何を意味するのか。ゼロたちは情報を求め、砂の国にある地下遺跡へと向かった。トゥー様はあのセントという人を随分信頼されておられるようですね。ねえ、それをゼロの前で言う？嫌味？いや、私はそんなつもりで言ったわけでは。気にしてないよ、全然。そうですか。残念。尻の穴にゼロの蹴りが入る。期待してたのにね。ミハイ、ゼロ様の竜が災いをもたらす。敵の言うことなど信じるな。です。歌う隊であるスリー様をミハイ。もう寝ろ。ねえ、気にならないの？セントが言ってたこと。何を言っていたか忘れたな。ミハイルと一緒にいると災いになるって。君は気にするのか？僕はそもそもゼロと会ったことが最大の災いだから、あとはどうでも。話すっていうか、ゴーレムの魂がそう言ってたよ。魂、そんなものはない。でも砂の神殿の位置って誰も知らないんだよね。結局手当たり次第に探すのか。この近くにある地下遺跡が兵士たちの駐屯地となっていると聞いたこともあります。じゃあまずはそこからかな。僕はどうすればいいの？君は上空からの情報収集を頼む。了解だよ、了解だよ。暗くて視界が悪いですね。こういうのも悪くないですが、見えないスリルで感度も良好になりますし。僕たって本当に終わってるね。知らない奴も殺す。Yeah!
もったいつけて出てきたけど、なんだ魔導士だ。魔術師とは違うのか。めんどくさいな、もう。ゼロ、慎重にお願いしますよ。あいつら怒らせると怖いんだ。なんたって悪魔に魂を売りし者たちだもの。知るか、魂だろうが秘訣の穴だろうが売りたけれ、私には関係ない。反射神経と忍耐力を要求される資格です。クソ、全部壊して遺跡ごと埋めちまうか。おやめください。ゼロ様の大雑把さにも困ったものですが。ほらほら、失礼だぞ。おおらかさと言う。大雑把でいいよ、実際大雑把だし。大雑把でいいよ、実際大雑把だし。お前でも地面に落ちてる生肉を食ってたんだよ。犬だってもうちょっとこだわるよね。犬その歌姫。ほほほ、これはまたビリビリしますな。全員殺す。今日の夜に殺す。こっちはもう行かなくていいな。Yeah!
体が悪すぎて狙いが定まらず。言い訳は結構。しっかりやれよ、変態のおっさん。エヴァはあなたか。力や現象は全部魔法って言葉で済ませてきたからな。
あれ。おほほ、地下基地のようですね。遺跡を改造して作った。考えたな。汚れるな。それはくっつかないでしょう。続きをやるか。おほほ、ゼロ様はなかなか便利な腕をお持ちなんだ。腕だけじゃないぞ、足だって首だって、なくなりゃすぐ生えてくるだけ。声が出た。どうされました？気持ち悪くなってんでしょ。ここに全体なんだよ、おっさんは。腕がくっつく歌姫は嫌いか。大丈夫です。一つの歌姫の全てを知っておくれば。そうでございます。ゼロスの能力より怖いものは他にたくさんございます。そうそう、超奥さんの性欲とかね。やっ
ロ様、腕のお怪我は？通覚も奪われたらしい。人からどんどん遠くなるな。あと二人。ミハイルには言うなよ。敵軍の基地を殲滅したゼロは、司令部に残された砂の神殿の情報を入手した。しかしそこは人の侵入を拒む灼熱の地獄だった。暑い、我慢できん。砂漠からの熱の反射がより体感温度を上げておるのでしょう。さあ、いつでも全裸になってくだされ。僕とはちっとも構いません。さあ、うるさい。余計に熱くなる。日が差してきましたね。どうにかならないの、この日差し。やる気も体力も吸い取られていくんだけど。気のせいじゃない。この日差しおかしいぞ。魔法で太陽光が強化されているのです。また便利な魔法か。せどってる。どこかに日光を強化させている魔導士が隠れている。そういう戦い方、僕嫌いだな。私がギッタギタに切り刻んでやる。そうくなっちゃう。日陰に入って体力を回復させましょう。
日陰に入って体力を回復させましょう。やっ！